ティングエボリューション桜井、これも細まっちゃうよ。悲願のムエタイ越えなるか、桜井陽平。しまってるよ日本に立ちはだかるタイの壁、アタチャイフェアテックス。新感じの顔で桜井にとって、これからの格闘人生にとって本当に大事な一戦を迎えました。まず上体を揺らして、ここはリズムをつかむ前蹴り、ここに右を合わせていった桜井です。飛び込んでいく、距離を詰めて反対いく桜井。左のロー、アタチャイが出していきます。少しガードを下げて左、ここに左を合わせる桜井。距離を詰めていく、距離を詰めてパンチ、桜井リズムを掴んでいます。アタチャイミドル、左のミドルが飛んできます。左のミドル、右のミドルを返していった。そしてバックアップロー、空振り。桜井今度は左のミドル、ローから今度はミドルだ。しかし距離が詰まった、バックアップロー、桜井が当たった。ここはヒットした。しかしアタチャイは全く表情を変えません。パンチは当たってきています。桜井です。左のローちょっと足が流れた桜井です。距離を詰めて今度は左のミドルだ。桜井が下がっていく、アタチャイが攻めてきている。桜井強くて左フック、桜井ダウン。距離を詰めてアタチャイがここはパンチで仕掛けてきました。桜井ここから盛り返せるかどうか。左のロー、また左のロー、アタチャイはローからの攻撃。一方桜井は距離を詰めてパンチ、左のミドル、距離を詰める。攻撃も効いているか、桜井苦しい。なんとか立ち上がります。アタチャイが前に出てきています。そしてパンチだ、左のボディ、左のボディ、左の下、桜井が倒れ込んだ。完璧な左の下が桜井のボディを捉えています。膝頭が硬いんですよ。追い詰められています。桜井なんとかこのラウンドを取りたい。どこかでいい攻撃を出しておきたい桜井。しかしまた桜井が下がっていく。アタチャイの攻撃の前に桜井防戦一方、距離を詰めて左の下、また下、今度は左のボディーブロー。アタチャイのラッシュ、桜井がまたしてもダウン。